あと、武田さんが、武田さんについてもう一つ、疑問に思ったことがあります。つい最近ですね、武田さんは、水道民営化についての、なんていうの、反論っていうかな、なんつうんですかね。まあ、言い訳ってね、弁明動画、釈明か。釈明か。すいません。釈明の、まあ、動画を言ってんの、まあ、自分ちょっと聞いてて、ん?って思ったんですよ。郵政は、ちょっと話はすいません。水道民営化とはちょっとそれますが、郵政は民営化されてサービスが良くなりましたと。まあ、しれっと言ってたような気がしない。しれっと言ってましたね。うん、まあ、国鉄のこともまあ言ってましたけれども。うんうん、で、まあ、郵政に限って言えば、まあ、それはまあ、ある意味なんだろう。まあ、自分は、どう考えても良くはなってないじゃないですか。郵政はさ、悪くなったことだっていくらでも挙げられる感じあるけど、何が良くなったのかなっていう問題起こしてたじゃん、保険の、そうそう、還付生命不正販売の件だとか、うん、あれはやっぱり自分はまあまあ稲村公募さんにね、いろいろ聞いて勉強させてもらったけど、やっぱあれはまあ郵政の民営化された後の構造上の問題だと自分はまあ思ってますんで、それを郵政民営化されてサービスが良くなったって、サービスさ、シンプルにだって土日配達なくなったりとかさ、でゆうちょ銀行でなんか手数料上がったり、手数料上がりまくってんじゃないですか、じゃないですか、200円基本になっちゃってんじゃないですか、でまあけどそれはまあ100歩譲ってですけど、まあ武田さん個人はそう考えるのはまあ別に勝手に、まあそれ問題ですよ、もちろん選挙でサービスが良くなったって言い切るからには、じゃあどこが良くなったのかお示ししていただきたいですよね。まあ、それともう一つ、それに関連してというか、その、ちょうど、あの人、参政党から立候補される予定なんですよね、武田邦彦さんっていうのは。で、その、1年前に、神谷宗平さんという、まあ、参政党の方が、うん、それこそ日本郵便、元副会長、生ちょっと出させていただきますけども、稲村公房さんと、対談動画を出してるんですよ。で、稲村さんに対して神谷さんも郵政は民営化されて、なんだ、もう一回最高営化、最国営化、最高営化か、最高営化すべきだみたいなことを言ってるんですよ、神谷さんは。だし、だったら水道のだってさ、参政党の動画に公房さん出てるけどさ、公房さんは違うよっていうのは参政党説教されてるだけしか見えないよ、そうそうそう、動画見てね。で、ちょうどそれ1年前に言ってるんですよ。うんうんうん、で、1年前に言って、神谷さんは稲村さんとなんかそういう何、まるで郵政民営化は良くないみたいな動画を出しときながら、1年後に武田さんは民営化されてサービス良くなったって言っちゃってるんですよね。で、うん、まあどうせ。あなたたちはさ、党のね、見解じゃなくて個人だからいいって言うんだけど、そう。じゃあそしたら政党いらないじゃん。全員無所属で個人でやらないんですよね。バラバラでやらないんだよ。それは本当に。謎だよね。統一する何かがないとさ。うん、それはけど、本当にずるいやり方だ。いや、責任感がなさすぎるというかさ、無責任すぎるよね。どこに責任を持って言いたい放題言いたい放題言っといてさ、いや、あれは個人ですからって言って、で、私たちは選挙が終わってからみんなで考えるんですってさ、選挙が終わってから考えてさ、投票するときに信用できるかできないか、そうそうだよね、そこを見たいんだから、選挙っていうのはやっぱ普通は政策を見て決めるんだと思うんですよ。そうだ、政策いらないって言ってからね。そう、政策は後で考えるって。すごいね、それね。なんかちょっと。いや、選挙出る以上は。うん。だから、白紙委任状を渡せって言ってるのと同じじゃないですか。同じだと思います。だけど、なぜあなたたちを信用しなきゃいけないのか、その大同団結ハラスメントみたいな、それが俺は本当に理解できない。うん。だって、選挙終わってから政策決めるって、それおかしな話だとあんまり聞いたことないなって思って。いや、で、それもさもいいもののように、誘導して言ってて、みんな話そう、イエイってなっちゃってるんだけど、それは絶対いけないことだと思うよ。だって、白紙っていうか、もうとにかくあなたに任せます、うん、で、お願いしますってやっちゃって、後で自分たちが決めるっていうやり方、うん、これは器用にも程があるって俺は思うから、だから。そうですね。うん、そんでやっぱ言ってる、その、なんだろう。表で、参政党さんのホームページとか見ましたけど、はい、まあ、例えば、まあ、自分はすみません、武田さん。あまり他の神谷さんとか、自分はあんまり知らないんで、存じないんであれなんですけど、はい、例えば、武田さんとかだったら、思いっきり出てるじゃないですか、参政党のホームページに。出てて、出てる人が、自分からしてれば明らかな嘘というか、事実誤認の発言を繰り返してるわけですよ。そんな人を、ホームページに堂々と載せる政党の、何を信用すればいいでしょうか。ほんで、いざその発言について、向こうがさ、論破してるから、かかってこいって言うから言っただけなのにさ、で、質問したらさ、細かいとこばっかりついてくるのはやめてくださいみたいなさ、
あの、え、何それみたいな、あのね、うん、あの、悪いとこばっかり見るのはやめて信じてくださいみたいなこと言うけど、信用できるわけない。信用できるかどうかまず見たいし、基本的に今のところ信用できないと思ってるから質問ぶつけてるんですね。うんうん、そうですね。だから、それを、あの、しっかりした答えで打ち返してくれれば、あの、せめて、別に好きじゃないものは好きじゃない、好きになれないけど、うん、だけど、批判とかしないぐらいまでのとこにはなったかもしれない。だから出してくれればな、うん、判断はできるもんね。うんうん、だからあ、そっちはそういう考えなんだ。で、この間質問しに行った時の、煮え切らないのがあったし、その後で、全く事実をねじ曲げた感じで、対談で、うん、あの時あの変な人が来て質問されて追っ払いましたみたいなことを言ってる、うん、あれを見て、あ、この人たち嘘をつくんだってことが、もう私にはもう明確に見えたんで、だから、まあこれやってるんですよ。まあ私たちはまあ団体じゃないですから。あ、そうそう、だから一緒にやるんだけど。それこそ個人だよね。個人と個人がやってるだけであって、あの。だってもうそもそも家が遠いからね。そうそうそう。今日たまたま来てくれたから、連発で動画撮ってるけどね。だから、そういうところが本当に。だから、その武田邦彦さんの発言に対して、神谷さんは吉野さんは一体どう思ってるのか、その、水道のこともにもそうだし、郵政民営化のことについてもそうですけども、郵政民営化は良くない、されて良くないと神谷さんがおっしゃってて、その1年後に政党の、まあ、代表、なんだろう、こう、なんだろう、なんとか顧問みたいなぐらい感じの、まあまあ、なんだろう、顔役の一人じゃないですか、簡単に言うと。顔役の一人が、神谷さんが稲村さんと出て郵政は良くないと言ってる1年後に、顔、参政党の立候補する予定の顔役の人が、郵政民営化、郵政が民営化されてサービスが良くなったと発言してるんですよ。一体、じゃあ、参政党からすればどっちなんですかと。で、ところがそれを質問しに、外線に伺って質問を投げかけさせていただいたら、個人の発言は個人の発言だから、あの、うん、党は関係ないって、まあ、言い切ってるから、あの、そういうことなのかなと思うし、まあ、向こう的にはね。まあ、これに対して、またさらに何か言ってくるんであれば、またそれはまあ、それなんですけど、この間までの状況だとそうなんですね。そうですね。うん、まあ、だから、もうしかも選挙も2ヶ月後に迫ってる中、この状態で、うん、まあ、何を信用すればいいのかなと、自分、個人では、あの、思います、ね。信用するところはあまりないで。確かに、で、他の、その、支持してる人なんかで、言われるの、俺なんかも、その、だから、けど、他のに信用できるところはないからっていう人いるんだけどさ、うん、まあ、困った問題だよね。うん、まあ、確かに、まあ、それは本当、選択肢がないっていうのはわかるんだけどさ、けどね、あの、危ないなって俺は思うな、この人たちは。うんうん、まあ、参政党に関して自分の場合は、ね、まあ、憲法の問題もそうですし、まあ、水道の問題で、まあ、もう自分はもう、彼らは水道民営化推進派だと思ってるんで、うん、ね、それはそうですね。だって PFI いいって言ってるんですから、うん、うん、その発言を否定しない限り、自分は推進派だと思ってますので、もうそれ以上、うん、それを、発言を訂正や謝罪などしない以上、まあ、私が参政党を支持することは、まあ、絶対にありませんと。Okay. 政治姿勢で。OK、どうもありがとう。こんなところで。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。